ちは。はい、こんにちは。はーい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こうやってゆったり暮らすっていうか過ごす場所って意外と街にないんだよね。自由に使わせてくれるとこはないから。ないね。でもラジオで言ってましたけど、大人に、うん、遊んでもらうおもちゃを遊んでもらうようなことっていうのはなくて、うん、そういったのことが商売抜きで、うん、でやらせて、うん、大人に、うん、やらせて遊んでもらって、料金払ったら大人は来ないから、だから赤字だとか、それで遊んでもらうのを覚えてもらうためにやったんですよ、うん、そうなんだよね。あれ、おまかせ。あ、そうなんだ。ママが出かけちゃったのでね、うん、夜まで終わりって終わって、それはおばあちゃんの役割ですね。でもこれだけ賑やかだと楽しいね。楽しいよね。